ウサマ・アサイディは、モロッコ出身のサッカー選手。ポジションは MF。FC トゥーエンテ所属。同じモロッコ代表のイスマイル・アイサティと名前が似ているため、注意が必要である。2006から07シーズンから、オランダのアルメレシティ FC で、プロキャリアをスタートさせ、2008年の夏、デフ・ラース・ハップに移籍した。2009年に SC、ヘイレン・フェーンに移籍し、 FC フロー人間戦でデビューした。2012年8月17日、リバプール FC へ完全移籍した。しかし、出場機会があまり訪れず、2013年8月27日、ストークシティ FC へ、レンタル移籍した。2015年1月12日、あるアハリドバイへ完全移籍した。 オランダ代表とモロッコ代表でプレーすることができたが、2011年2月のニジェール代表戦でモロッコ代表として A 代表デビューを果たした。アフリカネーションズカップ2012-2013に出場した。リバプール、アサイディオストークにレンタルゴール、2012年8月28日、レッツコンファームアッサイジパーマネントディールリバプール、FC 公式サイト、 2015年1月12日、ありがとうございます。